半分こ半熟卵を作ろう。ノートで代わり番号難しくなってるよ。チョコバナナが昼ごはんスタジオ予約した。タオルとティッシュをもらって交番見つけたよ。君と久しぶりのセッションした。頭痛いの半熟キャベツを食べ、間違って切っちゃって絆創膏もらったよ。お兄と妹のドキドキ白と青、少し赤くなったけど気を失うほどの一体感にワクワクをしたよ。音と完全に一つになって